何全然知らないんだけど、そのケープスピードは。え、ウサギの長財布。何でしょう。あ、あれ、うん、何ですか、施設、うん、ちょっと買いでいくの、香水ね、でも香水買いに行きたいんだよね。あ、そうだ。あー、いい匂いする。わー、これ何。え、これね、めっちゃいい、バニラみたいな。あ、なんかすっごい昔に買って絶対いいな。なんかそれ絶対これ期限切れてるやつ。お金がないんだ。私はお金がないんだ。え、でもあれらしいよ、香水って綺麗やろ。匂い変わるよね。匂い変わるよね。好きなものの匂い塗ってたけど、めっちゃ好き。さきさん報告、さきさん報告して。ん、あ、そうだ、 K2 見に行った。K2 の公演、 K2 のライブを見に行きました。なんか素晴らしすぎて、なんか SKE って本当にすごいんだなって思いました。入って1年。だからでも自分が研究生の意味が分かった。行った方が良かったよ、みんな。ジルの香水かな、だって。そうです、ジルの香水です。絶対違うやん。え、本当にジルだよ、ほら見て、ジルスタート、ジルスタート、ジルスタート見て、ジルスタート。え、本当に、え、そうなの、うん、え、イルカいてる。あ、エコパーアリーナ、え、これ違うの、ジルスタートだった、これ。へー、うん、エコパーアリーナ来て。え、財布はこちらですね。ね、それさ、有名だよね。ビビアン。これなんて言ったっけ？ビビアン。ビビアン？のネックレス欲しいの。え、可愛いよね。エレちゃん、そこで可愛い顔して。あ、可愛い。可愛い。そうだ、爽やか、エコパに来て、みんな。エコパに来て、帰りか行きに爽やか寄って、オニオングラタンスープ。知ってるよ。オニオングラタンスープを飲んでくれ。映ってるよ。ね、見て。これママと一緒。かわいい。なんかめっちゃ昔にアニエルのさ、立体のディズニー限定のやつにマーカーで落書きしてめっちゃ怒られた。これね。小6ぐらいのね、違う、中2個のにね、行ってね、こっちの魚ママがね、財布につけてんの。エコパの近くにフランダーありますか。それフランダーママ。かわいい。聞いてんのか。え、はい、エビちゃん、エビちゃん。エコパの近く、ちょっとね、ちょっと離れたところにあります。へ、ね、でもね、あれだね、もし車で来る人とかがいたら、車で走ってればそれだけあるか。なんでここでやるんくらい。どのくらい離れてんの。え、どのくらいだろうな。でもそんな遠くはないから、別にすごい遠くじゃないけど、もうなんかいろんなとこにあるから。見て、遠くない、これ。別の場所に行って何だったっけ。7月。懐かしいな。やばくない、見てください。勉強熱心ですね。思ってない。熱すぎる感想が。紙に書いても。誕生日、ちょうど誕生日、15日ロッカーみんなある、あるよ。何のロッカー、めっちゃいい匂いしない。本当に、うん、塗装めっちゃすごいけど。めっちゃシール貼ってるよね。見せれないぐらいやばいよね。汚い、キューピーじゃないよ。絵の一番綺麗、今、今綺麗だよ。え、なんだってこの前まで、この前までマジ汚すぎて、なんか昔の靴下で書いてたの。ほら綺麗やん、見て、ちゃんとカラオケボイスドリンク入って。何、80円のロッカーの。え、なんかさ、100円でさ、水とお茶とか買うじゃん。あ、わかる。その10円がさ、財布にしまうのめんどくさいから、あそこに箱置いてんの。え、入れてんの。鍵つけっぱなしで、なんでロッカーね、鍵かけないよね。鍵かけない、かけたことないし。それは汚ね。何が？
あ、ナイアンの汚いってナイアンのロック汚いって汚いのは汚いけど、でも綺麗だよ外は。あ、電車ガタンゴトンガタンゴトン。マヤ顔見えないよ、うん、今日は NG。 ピアスってピアスやばくね、ピアスだったらめっちゃ長いよ。クロスこの胸の愛のクロス知ってる？クロス、うん、誰かがやってたの。アオムやってた。うん、かっけえ。どこだっけなあれは。岐阜だ。岐阜じゃないな。岐阜かな。岐阜か、うん、いや、違うか。逆転おじさんもやったこと。逆転おじさま。岐阜かな。いや、絶対違うもんって。そう。逆転おじさま。あ、岐阜だって。そうだったんだ。見た目は悪いけど中身は誠実で素敵よ。やってたわ。リコアワで本家見た。リコアワ楽しかったくない？本家ではないよね。一人だけ本家。長野のダチョウ、長野何やったっけ？天使の尻尾だ。知ってる？天使の尻尾。天使のしいたずら待てる。スパ入ってるでしょ。ガラスのアイラビューしか印象がさすぎない。全然違う逃げたら気持ちが伝わるかなかな。微妙な距離の形はダンスのアイラ。ひまわりが咲くとドキドキするね。何やったっけ、あと一個。あ、あれだ、君が一番好きな歌。テテ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 テ。ゆなちゃん、なんか後ろで頑張って。うん、なうなう。みっちゃんが撮りました。かわいい。推しメンのポジションだったんよ。誰？あ、あの方の写真。あの方。あ、よかったね。なんかいる後ろに。まるでみかんが置いてあるかと思ったらえなちゃんでした。ねえ、一個さ、疑問があるんだけどさ、その坂井ちんちこちんあるじゃん。で、アオミとポッキーゲームしたのよ。なんかポッキーゲームってそんなにさ、ダメなもんなの？ダメなの？何ダメってどういうこと？どういうこと？なんか乗り気でやったの、ポッキーゲームを。そしたらみんなに、えなってなんかグイグイ系なんだよ。へぇー。で、こうなるからチューするから。そう、これチュー。激しすぎやろ、血出る。ただも下よ、かいにゃんと。バーン。だから思った以上に楽しくて。あなたがノリノリすぎたって。だから、うん、じゃあ別にさ、そういうのに抵抗なくて、マジで。なんていうの、前歯折れる。あ、その事故。だからみんなはそういうの嫌いなのかなって思って来たかったあ、ロッカーが映っちゃう。オッケー、大丈夫や、多分映んなかった。おいちゃんはポッキーゲームをしたことありますか？あれでした。違うやつ。なんか違うやつが気になるな。
冬っぴかだって。いや、桃田やん。冬っぴやって映ってたよね、多分。今日誕生日だったって、おめでとう。きみちゃん、誰でしょう。ちゃんのり、ちゃんのりさん、ちゃんのりさん。ゆーねえねえ、将来の夢を教えてあげる。生誕のさ、ハッピーバースデーってさ、ハモりたいの。生誕で、あ、やっぱしわかんない、誰か、でもなんかさ、え、ハモってたの、わかんないけど、いつもなんかさ、先輩とかの生誕たまにさ、出るときにさ、ハッピーバースデートゥーユーでさ、トゥーユーじゃん、うん、マジでハモりたいの、あれ。でさ、もうちょっと先輩になったらさ、できるくない？青がでやりなよ。まだダメ、まだダメ、下手くそ、ちょっとボイトレするそれのためにで、自分のでやればよかったのに。いや、やろうと思ったんやって一瞬だけど、ちょっとそれはダメかなって思ってやめた。なんかエロの生誕でやろうとしたんでしょ。やろうとした。マジでマイクつけた。マイクつけたってか。マイクつけたってかも。Do you? で、できなかった。ヤナちゃんやばい。なんかいる、なんかいる。なんか動いてる。ヤナちゃんってこの時間やっていいの？何時の？いや、10時までできる。あ、そうなんだ。もう大人だね、じゃん。興味なさすぎ。内容は何時までできるの？24。本当に？うん。え、ねえねえ、来月でさ、20歳？うん、今19だよね。次19。あ、そっか、早生まれか。えなちゃん16歳だって。そうだよ。ねえ、ほんとこんなつまらないショールーム、ほんとにやっていいのかわからない。いいよ、4550人の人がいいっつってる。逆転おじさま、逆転王子様、逆転王子様、あれ？逆転王子様。これ一緒に歌えない説やろう。え、なんなの？やろ？せーの、ね、逆転王子様。できた。逆転王子様。ハニカミロリーポップと混ざってるって。ハニカミロリーポップ。あ、ダメだ。え、ね、したことあるよ。ダメだ。どうだっけね、これの時さ、めっちゃ懐かしくない？これココナがさ、永遠に先生にさ、月振り両者つくんだよ。ローリポープだっけ。知るだ。コハンさんプロってたもんね。ん？コハンさんプロってたよ。プロってた、一番上手かった。で、先生とめっちゃ仲良くなってさ、ココナ。フィンランドミラクル、こういうのだよね。あれやりたい。じゃんじゃんちゃらんちゃんちゃららら、イエイイエイイエイ、よりも。おうおうおう。めっちゃ楽しそうじゃない？うん。ピアス見せてつけてないよ。ねえ、もう今日ダメだ。もう明日頑張ろう。そうだよ、明日頑張ろう、ね、だって明日で1月終わるから頑張れるよ。明日って何日？ねえ、もうね、あと11ヶ月だよ、今年。やばくない？もう終わるで。ハムスターみたいだね。いや、なんでもウサギって言われる。あ、じゃあ間違えた、リスって言われる。ウサギに似てるよ。ナヤンはチベットストリッツ。え、こういうのなんだっけ、なんだっけ、なんだっけ。なんかさ、こういうのもいきなり。ミヤキャットだよね。ミヤキャットでしょ。うん。おうおうおう。レナのメール届いたらしいよ。よかった。え、メール送るわ。じゃあ今日君のショールームで配信してますって。え、なんかね、これまでに終わっとけばよかったね。何そんなこと言うの。え、いつも乗ってくれる側じゃん。急に突き放された。かわいそうだね。ねえ、目の上めっちゃキラキラ。え、浮いてるよ。ピアスでね、浮くんだよ。そんなね、ね、ピチピチじゃないよね。痛い、ごめん。はい、ありがとう。ほら、エナのメール来たよ。時差は時間にして竹内が白なの？40分。何、竹内？7時50分に送って。え、待って、いや、50分もショールームやってんの？40分か。嘘でしょ。
もうやめようじゃあ。ね、昨日なんかメールごつしか送んない。ね、マジで本当に昨日ね、寝ながら送っ、なんか本当に申し訳ないことをした。今日からはしっかり送ります、許してください。そしてブログも絶対忘れない。最近絶対のさ、あの顔写真かぶってる、ね、写真撮ってなさくすぎてさ、写真がなくてさ、あれ無視もう、え、ちゃんと送ってるよ私も。ゴツはすごいな、すごい、ね、すごいなって。びっくりした、びっくりした、メール全部なくて。でもお前さ、写真さ、つけてる？つけてる。つけてない？ミツバチの衣装着たことあるよ。じゃあ今からミツバチガールの衣装の写真を送りますね。引きの写真ください。てなちゃん引いて。ん？衣装、衣装。洋服引いて、引いて、引いて。後ろ立って。あ、えな。うん。洋服紹介。今じゃねえだろ。かわいい。後ろかわいかった。そうでもなくない？ほら、このさ、そう、でもさ、これ持ってんだよね、この服。え、なんで？パクってきたの、また。パクってきたんじゃないんだって。知らんかったなんて、こいつがそれを着てんの。買ったらさ、え、でも全然違うよ。あのさ、いつも着てんのがゼブラみたいな柄になっちゃうじゃん。あ、あれが同じタッチなの。セクシーだって。え？セクシー？ありがとう。今日ダメだもん。今日ダメだ。今日それなんかで着てたよね。あれだっけ？なんかね、一番最初の頃のね、1+1で着てた。あー、なんかめっちゃ印象残ってる、その柄。なんかね、今日ね、寝てたらね、集合、家出るんで10分前で。って思ってね、やばいよ。そうだよ、の茶色だよ。見て、光飛びしてるから、いつだ。白？あ、なんでも届いたらいいんや。めっちゃ歯がさ、白いとか言われてたじゃん。だけど今日めっちゃ茶色いね。てかさ、みんながさ、茶色って言うから最近ね、黒着るようにしてんの。黒っていいよね。ね、いいよね。今日黒やん。久しぶりに来たこれ。え、でもブラウンブレないんだよね。今何分？あ、5000人だ。ありがとうございます。え、なんかさ、あれちー。え、じゃあ40分でやめよう。あと3分。もう男女読む。男女読んで。え、ほら、これ珍しくない？これ、その格好一番可愛い。それにブーツ履いて。え、ブーツ持ってる。最近買った。あのブーツ履いて、それ。これがキムちゃん好きらしい。でも、ポニーテール嫌だ。ごめん。あ、これ、これ、これ、それこそこれだ。何その坊主やってみてよ、ここで。アイドル、アイドルだ。これやってみてよ。これはクマ。え、それも好き。その服好き。でけえ、でけえ。見て、懐かしくない？よく写真持ってるね、そんな。こうだって言うか。あ、アメピだ、アメピ、アメピだよ。アメピあるよ。かわいいじゃん、これ。アメピ。かわいいじゃん。レッスンお疲れ様でした。ありがとうございます。かわいい。かわいい。悩んでくれるって気になるって。何？キミちゃんも引きの写真をブログでお願いします。だってなんかさ、今までの握手会さ、一人で書いてたからさ、誰も写真撮ってくんないみたいな。わかる。何これ、見ていい？なんで上見てんの？見てていい？めっちゃブスじゃん。ちょ、見て、うなやに許可取ろう。いいでしょ。ダメです。やめてください。やめてください。やめて。あ、かわいい。なんなんそれ、詐欺やん。見て、隣に写ってんの。ね、同じ角度したらいけそう。これはかわいい。え、それいつ？昔でしょ、メイクが昔だもん。6月22。1年前だよ、やばくない？ビビるビビる。半年やろ。花柄は推しについてんの？そうだよ。ねえ、服交換したらいいじゃん、握手。大丈夫。あれ？ナヤの服。ナヤの服でもアーミ着てたよね。うん。アーミの方がナナ似合ってたよね。そんなことないよ。あげちゃい。あー、キモいよ。ね、ほんとみんなさ、変な写真ばっか持ってるよね、私の。誰がおしゃれ？なやん。なやんがいっちゃおしゃれ。たん絡んでるけど大丈夫。たんじゃない、こういう声がね、出せんの。ビブラート。ビブラートやで。できる？
マリオン前ライオンキングの始まりやな。え、そうなの、こんなの。うん。それはあれ、アナ雪。著作権の問題ない、著作権してください。え、でもね、ショールームって行けるよ。行けるよじゃね。映ったらいけないんじゃない。みんな好きな服ね。いや、結構ここかぶるやん。待って、もうそろそろあれやね、時間やん。見て、なんでちっちゃい頃大根おろし大根おろし、大根おろし。え、なんだっけ、その歌知ってる知ってる。あれだよ、三河でやつだ。三河の菅原さんやつだ。これでしょ、おうおうおう。これ食べたいから、これ食べに行こう。え、それバリうまい。え、このパンダのベビーカステラみんな食べてほしい。どこだっけ、どこだっけ、あそこどこだっけ。あのラシックと三越のつないでる、うん、劇場に近いっす。え、そう、なんかあのなんだっけ、あそこスカエル、佐伯さんとお揃いしたい。佐伯さん見てる、佐伯さん見てる、佐伯さん大好きなんだっけあそこ、どこスカイルのさ、反対側の下を通って高級お菓子売ってる通りみたいなとこを歩いていくと、あのラジックのビーチのところから三越に行くまでの間にあるよね。うん、全然分からん、全然分からん。明日から沖縄行ってくるって、うん、バイバイ。あの、ね、調べてみてください、パンダベビーカステラで絶対出てくる。じゃあそろそろスペシャルギフトじゃない、ランキング読みますね。なんやん、どこ行くの、バイバイ。読んで、なちゃん。ん、読んで。いや、読めやじ、ね、読んで、お願い、お願いガチでこれがいっちゃ好きやな。え、それ全然見せるよ、お前はい、読んで。13位、ヤッホーさん、ありがとう。なんて読むこれ、ジャング。12位、ジャングさん、ありがとう。11位、ケイヒロさん、ね、そこさ下手じゃね、スマホの今気づいた。10位、エイコロンさん、ありがとうございます。9位、マーコポン、ありがとうございます。8位、フライパン、ありがとう。7位、ヨシタ、本当にありがとうございます。この本当につまらないショールームを見ていただいて。6位、ケロ、フォー、マジ、キミエ、なんだだって、マジ、キミエ、ありがとうございます。5位、ナオナオ、キミエです。4位、読める読める、あ、読めた。2、3位、あれ消えた、名前ケムパワーさん、ありがとうございます。2位、ライコーさん。1位、サトちゃん。 GRS180 クラウン、アイリタン推しらしい、ありがとうございます。アイリちゃん推し、ナコちゃんって呼んでるんですよね。で、アイリちゃんって呼んでるんで、アミちゃんと。じゃあ、キメの面白い写真を見つけて終わりましょう。15位、泣くだって、ユンジーさん、ありがとうございます。優しいやん、今日はだるだるいつも優しくない。ほのほののさん、そう、お疲れ、ありがとうございます。バイバイ、今日は見てくれてありがとうございます。また見てね。そして生誕祭、本当にありがとうございました。一生忘れないです、あの景色を。え、ガチで忘れなくね。めっちゃマジすごかった。あんなサイリウムの量初めて見た。やばいよ、白一緒ね。ビビる。え、白一緒ね。それ違いますね、もう変えたんだっけ。紫と水色ね。あ、変えたんだ。パクってきた、この人。また紫パクってきた。りょうはさんになった。あ、そっか。あ、えなちゃんがパクってんじゃないの、うん。おい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 、先輩やぞ声でかまた2日にバイバイ、ありがとう先輩やぞ、ありがとう、バイバイ、バイバイ、なやん、バイバイ、バイバイって言って、バイバイ、なっちゃん、バイバイ、みんな、バイバイ、プチ